さて、夜飯どこにしようかな。お、この焼き鳥屋さん、確か新しくできたお店だな。2階が店舗だね。焼き鳥じっちゃん、昭和気分三丁目っていうフレーズ、心惹かれる？今日はここに決めた。こんばんは。あ、いらっしゃいませ。カウンターにテーブル、個室もあるのか。どこか昭和レトロな雰囲気を感じる。店長、こちらまだ新しいですよね。はい、去年の11月からのオープンになります。看板にあったじっちゃんっていうのと昭和気分三丁目っていいですよね。そうですね、はい、昭和の雰囲気をコンセプトにやってます。なるほど。早速メニューチェックだ。焼き鳥もいろいろ種類があるね。定番から豚系、野菜を巻いた串もいいね。うん、でもここはやっぱりお任せにするかな。一品料理もいろいろあるな。しかもお手頃だ。有田牛の炙りレバー、しかも売り切れごめんってこの文字に弱い。これにしよう。メモに書いてお願いします。はい、ありがとうございます。はい、少々お待ちください。楽しみ。一度焼くんですね。そうですね、表面を炙る形になります。数量限定なんですか？そうですね、電話で予約してもらえれば、はい、こちらで取ってきますんで、はい、売り切れる前に。あら、ツヤツヤしちゃって。ちょっと厚みのスライス、いいね。ごま油。塩。ごま油と塩の組み合わせがやっぱすっきゃね。ネギ。ごま。もう待てない。これで完成になります。レアレアの炙りじゃん。ネギとごまよ。もっとレバーを見せておくれ。早速プル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 。柔らか、うますぎる。柔らかく滑らかな舌触り、塩の塩梅が抜群。全く臭みがないし甘さを感じる。ネギとゴマのアクセントがいい。とても美味しいです。ありがとうございます。これおいくらですか？680円になります。680円。はい、めちゃ安いですね。そうですね、まあ、結構ギリギリの値段でやってます。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。うちが安くて美味しいを売りにしてますんで、はい、ぜひお願いします。安くてうまい、これは外せないわ。焼き鳥、このライブ感がたまらんね。音、香り、煙、三位一体で食欲を刺激する。これはマルチョになります。マルチョ、珍しくないですか？そうですね、はい。じゃあ自分が福岡の方に焼き鳥の修行行っている時に、向こうでは結構メジャーだったので、それをこっちに持っていきたいなと思って、はい、作りました。はい、すいません、お待たせしました。お任せ5本になります。で、皮とずり、バラ、しそ巻き、マルチョになります。ふーん、楽しみ。いいラインナップ。まずはこれ、マルチョ。テリテリでツヤツヤの輝き、黒い宝石のようだ。なんだこれは。
中はプニプニでじゅわっと旨味が出てくる。甘みもある体れが染みていて、一口噛むごとに旨味が出てくる。純じゅわ、この味付けは。それはあのうちの自家製のタレに漬け込んでます。自家製のタレか、うまし。周りは程よい弾力と食感、じゅわ。次はどれを。しそ巻きとかいい、おいしいと思います。しそ巻きね。香ばしそうな焼き色、ちょっとピンクの渦巻きが可愛く見えてきた。はあ、幸せ。ピンク色は梅肉だ。爽やかなしその風味と梅肉の酸味と塩味が豚肉とベストマッチ。さっぱりいただける。ちょっと、はい、質問いいですか。さっきちらっと釣り具メーカーのバッグが見えたんですけど、はい、もしかして釣りされます？はい、もともと釣りめっちゃしてました。何釣りですか？ブラックバスの方なんですけど。そうなんですね。福岡の方で釣りの専門学校を行ってました。釣りの専門学校、すごいですね。プロも1年やってます。本物ですね。今度私に教えてください。はい、よかったら。はい、ありがとうございます。人柄も味も料金も最高だ。満足。美味しい夜飯、ごちそうさまでした。ありがとうございます。またお願いします。